皆さんこんにちは。絶賛無職中の竹澤でございます。皆さんこんにちは。無職というか、さしずめ YouTuber とかになるんですかね。よくわかんないですけども。まあ、のびのびと頑張っております。時々不安な気持ちもさなが頑張っております。精一杯頑張っております。どうも竹澤でございます。皆さんこんにちは。今回の動画はですね、2018年の機材紹介ということでですね、皆さんにご紹介したことがないギターを中心に、ギターの紹介させていただいております。1本目の動画ではですね、ヤマハのガットギターが登場しましたけども、2本目に紹介させていただきたいのはこちら。ババーン。東海楽器の、TF 楽器かな。TF150 という楽器でございます。TF150。まあ多分その型番の通り1万5000円定価なんでしょうね。昭和49年の6月28日ってスタンプが押してあるんで、多分49年の6月28日に出荷されたってことだと思います。なんでまあ僕のちょうど9個目ぐらいのギターですね。僕は58年生まれなんで、まあ、9歳上のギターという感じでございます。で、このギターは、まあ、見ての通り、そのね、鉄弦のギターなんですけれども、結構その小ぶりでね、その、カッターウェイがないんですが、小ぶりでとても弾きやすい状態にしてあるんですけれども、僕のギターにしては珍しくですね、弦高高めに設定してあるんですよ。弦高かなり高めに設定してあります。で、ゲージもね、太めのゲージを、買ってます。太めっつってもまあ別にミディアムとかですけれども、11とかですけれども、ミディアムですけれども、太めの、ゲージを買ってます。いや、ライトか。これがエクストラライトで、ライトゲージかな。11とか。12ではなかった気がします。なんでそんなセッティングをしているかといいますと、その用途が、違うっていう感じなんですよね。いつも使っているこのマーティンのマチコさんは、そのフィンガースタイルでそのソロギターとかやるときのためのギターって感じなんですけども、こっちのギターはそのバッキングをジャカジャカするためのギターっていう、意味でセッティングをしているので、弦高も高めですし、ゲームをちょっと太めにしてやると思います。だから油断するとですね、弦が抑えられないんですよ。普通にちょっとね、すかしてしまうというか、空振りしてしまうような感じなんです。こんな感じのですね、またこのバランスのトレードというか、結構粒立ちが良くて、音の立ち上がりも強くて、なんか割と面白い音って感じですよね。扱いやすくて。で、このね、弦高高めに設定してあるので、とても大きな音が出ます。ちょっと今はもうこの家の中ではね、フルピッキングでストロークするのかなりはばかられる感じなんですけども、まあ、ちょっと弾いただけでも、この音が大きいのは分かっていただけるかなって感じですね。ちょっとマーティーのマチコさんと、弾き比べをしてみますと。よいしょい。こんな感じです。やっぱマチコさんのはそのシャープな感じがするけどね、その音域が狭いというかなというか、その音がちっちゃいのがすごいわかるかと思います。それに比べてこっちの方がね、全然ふくよかな音がすると思うんですけれども、どうでしょうか。単純にやっぱその弦高がね、全然違うから、やっぱりその音質が全く違うって感じですね。ちょっと数値で言うとするならばね、このマーティンとかは本当ね、12フレットで、多分2.5ミリぐらいだと思うんですけど、こっち結構ね、でかくてね、そう4ミリ近く。3.5 ミリぐらいなんですよ。12フレットでも。結構僕の中ではかなり高めにセッティングしてる感じです。でもその分、やっぱりこういう。結構マーティンだとね、こんな感じでビビリが、ところとかに散見されるんですが、さすがにこんだけ弦高が高いからね、12フレットとか弾いても普通に平気で。
特にビビりがなく、普通に弾けるって感じですね。でもあまりこのギターで細かいことはやらないから。ジャカジャカ遊ぶときにすごい気持ちいい音がするようにセッティングされているような感じでございます。珍しく僕はこのセッティングをしているという、そんな感じの鉄弦です。で、僕も今その持っている鉄弦はこの2本だけなのかな？このマーティンとこの鉄弦だけっていう感じですね。で、まあ、エリア号がね、この1本しかないから、ちょっと何気に困るところもあるんですけども、まあ、普通にいつも通りね、その歌い人とかで演奏したりとか、まあ普通に僕がね、個人でソロライブとかするときは大体こっち使ってますけども、たまにレコーディングのときにね、そのシンプルなバッキングで、この厚めの音が欲しいときがたまにあるんで、そういうときにこのギターを使うような感じですかね。で、あんまりないけども、ね、あんまりこの細かいことせずにね、ジャカジャカっと大きい音が、爽快感あふれる感じで欲しいときは、まあこのギターが登場するという感じで、あるような感じです。でさっきのガットギター、1本目の紹介したガットギターもなかなかね、いろいろね、右往左往があったんですけども、このギターもなかなかいろいろありまして、アフタービートにね、もともとよく来てくれてたそのお客さんがいるんですけども、10年近く前、さすがに10年も経ってないかな、結構前も亡くなってしまって、病気で亡くなってしまったんですけども、まあその時にね、まあそのいろいろとね、まあ一文字食ったわけじゃないですけどね、もちろんそのよく来てくれてたお客さんなんで、まあいろいろあったりとかしたんですが、つい最近、ここ1年ないぐらいで、ご両親が、その亡くなったお客さんのご両親の方が、いろいろ掃除したらね、そのギターが見つかったと。2本ギターが見つかったんで、これをね、引き取ってくれみたいな感じでアフタービートに持ってきてくださったんですよ。で、別に売るっていうわけではなくて、よく来るお客さんで、まあギターをよく弾いてくれて、ギターが好きでよく弾いてくれてる人にね、譲ってくれたらいいなっていう感じで、その引き受けて。で、まあ1本はね、ちょっとあの人に渡そうみたいな感じで行ったんですけれども、もう1本に関しては、僕が、ちょっと引き受けたという感じで、僕の手元に今この東海楽器が来ているような感じです。こちらのギターもね、せっかくそんな思いでいただいたギターなので、ちょっと大切に使っていこうかなって感じですね。まあ別にその特段ね、そのめちゃめちゃいいってわけではないんですけれども、なんか普通にやっぱ素直な音ですし、こんな感じで今音量が出やすいような、セッティングにしてるんで、まあ、いつかその野外ライブとかでね、遊ぶときが来たらね、ちょっとジャガジャガといい音を鳴らして遊ぼうかなって思ってる感じですね。まあ、ちょっと聞いていただいてわかるかと思うんですけどもね、割とハイが強めな感じの印象です。でもこれのハイの強めな印象はね、結構このエリクサーの弦によるところはもう大きいと思うんで、これをね、そのフォスパー入ってないブロンズとかの弦を張ったらもっとね、もったりした感じになると思いますし、ちょっと今はこうね、爽やかって感じの響きですけれども、ちょっとこれは弦の質によるところが大きいかなって感じですね。でも全体のバランスとしてはね、全然使いやすくて。とてもいい音がするような楽器って感じですね。で、マーティンがね、その弦高比較して、そのね、細かいことをするようにっていうセッティングにしているんで、それとはね、あまりこの被らせないようにしている感じです。結構ネックがね、このね、三角形のネックでね、その分厚い感じなんですよ。こっちのネックに比べるとね、すごい太いんです。なんで、そのあんまりこの細かいことをするっていうよりもね、どっちかというと大きい音でズバーンってやった方がね、このギターもすごい生きるだろうから、ということで、多分このギターはこのセッティングでずっと行くんだろうなっていう感じです。もし皆さんのね、前に、そのライブとかでね、お見かけするときがあったらね、ちょっとその音の違いとかも楽しんでいただけるといいなという感じでございます。そんな感じの、東海楽器の TF150 という楽器でございました。そんな感じ。やっぱり紹介になってるのかな、いいのかな、いいでしょうか。まあそんな感じで雑談がてら、バラバラとお話しさせていただきましたけれども、多分皆さんに見せたことがない楽器としては多分そんなところかなって感じですね。ちょっと話は違うようかもしれないですけれども、今これを撮影しているのは2018年の1月じゃないですか。で、僕はその2017年中、
一杯を持って、そのアフタービートというあの楽器屋さんをその退職したんですけれども、まあ2017年に入った時からもその辞めることっていうのは実はずっと決まってて、で、本当いつ頃から決まってたんだっていう話になると、2016年の7月とかそのぐらいなんですよ。2016年の7月。そのぐらいにもうね、その辞めるって話はもうほぼほぼまとまってて、で、僕も、機材整理をその辺で始めてるんです。あの、ブログとかでね、見てる方々はご存知かもしれないですけども、2016年の8月に、引っ越しをして、で、機材も処分して、もうすごい30本、40本あったギターとかもね、ほんと7本、8本ぐらいまで、その絞って、今、鉄弦に関してはもうどこも2本しかないですし、ガットギターに関しても2本しかないですし、で、エレキギターに関しても、ビル・ローレンスと、ヤマハの、あれ、SA90 か、SA90 と、あと、東海の、ES180、もうそんなもんで、あとエレキベースがちょっと1本あるけれども、本当もそんなもんで、あのコンパットのギターはあれ借りてたんで、普通に返してしまいました。一時期動画に登場しましたけども、今あれ僕の手元にはもうありません。そんな感じもね、ギターの本数めちゃめちゃ絞られてきてる感じです。で、僕はギターを売るのがすごい嫌いなんで、もう本当基本的に全部あげちゃってるんですよね。唯一バンザントと、サドスキーだけ、あれだけちょっとね、さすがに高価だったからね、ちょっとあげるのは忍びないなみたいな感じで、ちょっと生徒さんに渡すときも、楽器屋さんに売るときも、ちょっとね、お金をつけてしまいましたけども、価格をつけてしまいましたけども、その他の楽器に関しては全部、あげてしまいました。欲しいっていう方にあげてしまいました。で、なんでその2016年の7月、8月のときに引っ越しして、その機材整理したかっていうと、それもぶっちゃけた話なんですけども、僕2017年中にそのアフタービートを辞めて、その海外で生活しようと思ってたんですよ。それで日本離れようと思ってて、だからこんなギター持っててもしょうがねえやっていう感じで、その機材も処分して、で、その変に広い家に住まずに、そのワンルームのちっちゃい部屋に住んで、もうできる限りそのミニマムな生活つって、もうどっちみち最終的には日本出るからね、全部もう荷物処分しなきゃいけないから、もうこんな持っててもしょうがねえみたいな感じで、処分してっていう感じで動いてたんですけども、まあ結果的にね、日本離れないですし、挨拶の動画見ていただいた方はわかるかと思うんですけどね、そんなこと言ってる場合じゃねえって感じに、無職とか言ってる場合じゃねえよみたいな感じになってきてるんで、それどころではねえんですけれども。まあ結果的にね、そのいろいろこの機材を処分してというか、その皆さんにこう配ってあげてっていう感じになりましたけれども、な、これはこれでいいのかなっていう感じは今では、すごくします。すごい絞られてきたといいますか。今この、ね、ラインナップでね、僕はもうかなり満足してますし、これから機材増えることもなければ、減らすこともないかなっていう感じですね。多分2018年のこのラインナップで、本当もしばらくずっと行くと思います。ここから増えることはないでしょうね。そんな感じの、思い出話を含めた機材紹介でございました。そしてね、ちょっとエレキギターに関してはまた別の機会に登場させていただこうかなって感じですね。とりあえず1本目の動画に関してはヤマハのガットギターが登場して、2本目のギターに関してはこちらの東海楽器の、TF150 という楽器でございました。これも多分ね、ヤフオクとかメルカリとかで探せばね、そこそこ弾数出てくると思いますので、もし気になる方がいらっしゃいましたら探してみても、良いかなと思います。そんな感じでございます。それでは、参考になったか面白かったか僕は全然わかりませんけど、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。